に関して、白楽譜で入れ、なんつうかな、そこからこういろんなアーティキュレーションというのがつけられるんで、今私が弾いたのはある一つの例という形で、まあもう本当に、でしかもバッハっていうか、もうこの時代って必ず繰り返しがありますから、繰り返しした時は1回目とは全く違う風に弾くっていうのが、まあちょっとブームというか、トリールにしてもそうだし、アーティキュレーションにしてもそうだし、まあ、今1回しか、まあ、コンクールの場合はね弾かないし、繰り返しっていうのはほぼないと思っていいと思うんで、まあその1回でどう弾くかっていうことを、すごくいろんな提案があると思うんですけども、今の場合は、まず例えば「ドリレラレロンドロロン」、この楽譜だと全部こういうところも全部レガートになってますけども、これ白楽譜だと全く何にも書いてない状況から作り上げていく。例えばこれ全部聴いちゃっても、ドリレレレドドドロンポンポンポとかやっても構わないと思います。右手はレガートにしといて、左手だけなんかアーティキュレーションつけてもいいし。音符だけで語れるものがある。これが白楽譜の、白楽譜って要するに音しか書いてないものね。で、そうするとね、こういう言い方します。ラッタ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 って書いてあって、これありますよね。これ普通書き方8分音符4つでまとめて、8分音符4つでまとめると4拍子らしく見えてくる。もしくは2分の2だったら、まとまって書くと、これ僕らの言い方なんですけど、一つの連呼っていうのは一つの音符なんですよ。だから「ラッタ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 」っていうのがこれなのね。今わざと一つの連呼は一つの音符だと思って、腕をその状態で弾くと今みたいな演奏になっちゃう。これ違いますよ、これ。ラッタ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 ンっていう音型と、パッパッパッパっていうのは、パッパッパッパ、ドン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 、パッパッパッパっていう、これが混ざってんですよ。ってことは、ここをラッタッタッタッドンをどうするかっていうことが言いたいの。だから、ラッタ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 、そこでね、こういう書き方するんですよ。赤でちょっと書いちゃいますね。